強い人間になりたいと思ったら、水のごとくでなければならぬ。障害物がなければ水は流れる。堰があれば水はとどまる。堰が覗かれれば再び流れる。四角の器に入れれば四角になるし、丸い器に入れれば丸くなる。このように健常であるためには水は何よりも一番必要で、また何より力強いのだ。老子。